どうもテイラクルです。今日もミンゴルやっていきたいと思います。ランクマッチいきましょう。2打目は定法でぴったりでいいかな。勝ってる？勝ってる？勝ってない。マジか。デイリーミッションは以上になります。ということで、みんなでゴルフはまだできないんですよね。ランキング集計中ということで、気ままにゴルフやりますか。たまには、たまには気ままにゴルフやりましょう。いや、ちょっと待ってよ。ここでセットコーデ変えられるので B かな。セットコーデ B にして、これセットコーデ分かんなすぎない？大丈夫か？ BP ブースト関係ないから、うん、これでいいでしょう。東京グランドゴルフガーデン、運が169の人がいるな。169、そうですね、運も関係するんですよね。あのコインに関係するんで、まあながち関係ないわけじゃなかったですけど、とりあえず祝報かな。祝報からいきますか。で、霊峰かな。OK。1位取れそうで、ここは後期でも打ちますか。後期
はい、勝てそうではある、勝てそうではある。まあゾーンだな、ゾーンですね。この辺でいいかな。で最後はチャンスショットで締めと。こんぐらいでいいんだっけな。もうちょっとかな。これぐらいかな。オッケー。うわー。勝ったかな。よし、1位取った気がします。1位かな。1位だな。うん、なに、刺されたな。しょうがない。はい、多分2回チャンス打たれたかな、多分ね。まあしょうがないですね。はい、2位でした。ではまあなんか商品もらうか。でデイリーミッションもらって、まあ、時間もあるんでツアーでゴルフやりましょう。今は朝の5時30分ですね。クラブセット、雪だるまクラブがそろそろレベル1か。雪だるまクラブってレベル上げられないんだっけ。1か。あー、いやレベル5じゃん。あれレベル5じゃん。あれ、なんでレベル1扱いになってんの。いや一瞬レベル5になった。あ、これはレベル5か。あー、そうか、あっちがレベル1か。そういうことか。それならクローゼット、そうですね、雪だるまクラブのレベル上げてなかったですね。上げる必要ある？ないな、ないな。じゃあいいや。いや、あげる必要ないんでいいです。行くか。行きますか。ビギナークラブ。ビギナークラブ買えるか。でここはグレートショットクラブに変える。でやりたいんですけど、ちょっとこれでいくか。負けるな、これでいったら。これでいったら負けるけど、そしたらロングアイアンを、いや
じゃあやってみるか。負け前提でいきましょう。負け前提で。誰にしようかな。ちょっと音楽変えますか。対戦相手の方いないみたいですね。あ、いた。来ました。何度目かのプロ最上限運営八百長にもめげると。最上限プロ最上限は1200ってことかな。もっと上ってことかな。ナンバーワンか。さあ自分は後で打ちたいところ。さあ始めましょう。プロ最上限という、まあ、この人のその実力を見せてもらおうかな。ただ持ってきてる、ちょっと今回ダメだな。持ってきてるクラブが使えないから2打は必死なんだな。2打必死だ。セコチか。セコチか。ナイスショット。さあ、行きましょう。狙える197。狙えるならいいけど。いっ、わあ、下がる。下がるな。この辺か。雪だるまか。ナイスショット。ダメだったか。霊峰で打つか。まあ相手が何を打ってくるかですね。今回はセコチを狙ったわけじゃないんですけど、ちょっとクラブのレベルが低くて結果セコチになってしまったということです。しょうがないって。これわざと、わざとですらない。勝った。そう、最上位の人に勝ちました。最上位の人に。やったー。はい、どうしようかな。ランク9、ランクあと2つ上げないとダメだな。クレショビギナークラブも上げたい。
雪だるまクラブどうするか。お、だよな。でも勝てないんだよな。これにして、これにして、これにする。ここをこれにする。どうか。そうですね、これでいきますか。はい、お呼びですか。じゃあ続けてやっていきましょう。さっき運よく勝ててよかったです。誰にしようかな。うん、ドリューさんで、ミータンさん。ファラガーター、ファラガーかで最初に打つのは相手と。最初に打つのが相手っていうのはいいですね。あ、ちょうどファラガーの音楽合ってるわ。いいわね。これだ。39.5 ヤード。狙ってくるかな。とりあえず超パワーで場所を見ますか。超パワーで、うん、ぶっ飛ばせばいい気がする。この辺に落ちるなら、うん、超パワーでぶっ飛ばそう。相手が決めたらそれで終わりだけど、どうかな。46。終わりなわけじゃないか。325差があるから、だから自分はライジング決めればいいだろうな。相手がここで決めたとしたらね。決めなかったら、どうしようかな。ナイスショット。それ88か。88センチだね。そしたら、いやどっちだ。いや普通に武士道で。でも武士道決まるかな。27秒。やめとくか。10秒。ナイスショット。あー負けた。あーダメだ。しょうがない。
ら、バーディーじゃない。ほい。悔しい。さっきのピラミッドクラブでライジングか。ピラミッドクラブでライジングが正解。しようかな。だよな。マメルリハ、ラピちゃん。マメルリハ。レッツゴー。まあ男性かな。パーファイブ。ピアフィ。お。レアコース、レアコース来ました。さあ、始めましょう。レアコース来たな。ナイスショット。いいわね。自分のペースでやらせてもらおうと思ったけど、ないね。本当になんもないな。霊峰でいいか。ここでいいか。ナイスショット。ふえ。これが限界か。まあ相手次第ですね。大丈夫か？ナイスショット。どう？どうだ？あら、負けたか。イーグルチャンスだ。2330ってことは、まあ勝つチャンスはあるか。普通に決めようかな。どうしようかな。いや、普通に決めるしかないのか。じゃあまあいいか。ここは決めよう。ここは決めて終わりにしよう。 OK、 入る。相手がクルパできたら終わりだな。よく狙って。相手がクルパできたら終わり。あら、クルパできないな。よし、じゃあ大丈夫だ。勝ちだ。ギリギリの戦いだったな。
イーグル。やるわね。どう？今日も頑張りましょう。じゃあ次最後にしますか。誰にしようかな。対戦相手の方。うん。マーさん。ヤタートンボさん。マーさん。どうだろう。男性かな。パーフォー。ジャクポ。はい。さあ行きましょう。今回ついてるな。ずっと自分が後打ちだからすごい助かる。ずっと自分後打ちだな。後打ちは助かります。本当に351。超パワーか。381。あーということはアドバンテージは取れそうにないな。そこで打つと381で場所はそこ。ナイスショット。いいわね。いいですね。どうぞ。さあ行きましょう。373か。無理をしてもしょうがないか。霊砲打つか。霊砲打っても届かないのか。じゃあこの辺霊砲か。どうしようかな。じゃあやっぱ超パワー打つか。30秒。ここっすね。まあ相手先打ちになっちゃうけど、ここは祝砲を打つよりかは有益だと判断する。これが最後の試合か。今日最後の試合これか。これは負けかな。負けたかな。どうだろう。霊砲。まあ最後の試合、これ最後の試合だから。ナイスショット。どっちみち負けじゃん。どっちみち負けじゃん。どう？でも相手最初に霊砲選択してないのは正解だな。
いや、相手の方が上手だわ、これは。うん、負けるし、負けるべくして負けたみたいな。それではボックス開封して終わりにしようかな。シルバー。うん、今日も頑張りましょう。ゴールド。いやー、当たらねえ。当たらないということで、もういいでしょう。はい。今日のミンゴルのんびり実況プレイいかがだったでしょうか。なんかまあパッとしない感じだったかなと思います。まあいいや、こんなんで、ここまで見てくださってありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いします。失礼します。